はい、どうぞ。100年先まで、こんにちは。100ちゃんの続きです。本日はですね、前も来たんですけれども、インテックス大阪に来ています。はい、今日はジャパンマーケティングウィークっていう、はい、あのイベントがあるということで、ウェブの活用方法とか、うん、いろんな会社が来て、あの前のバリアフリー店みたいな感じで、うん、いろんなブースがあるそうなので、そうですね、はい、見ていきたいと思います。はい、はい、それでは行ってみましょう。しゃくちゃん、はい、じゃあこれからこの中ですね、入っていきたいと思います。はーい、はい、はい、案内図大事と言われていたので、はい、お手持ちの入場者がこれ持っときました。はーい、でかまた迷子になりますよはい、じゃあここから、わ、なんかすごい、すごい、目向いて、なんかすごいすごいどうえすごい、すごい、反応してます、反応してます。なんか施設のね、床とか、まあ、壁とか、こういうのの部屋が一つあったらすごくいいですよ。楽しい、楽しい、本当です、ね、自分で体験できる、うん、さっきあの砂浜にもなるって言ってましたもん。そうそう、なんか足跡がつくっけ、うん、あと音足したらもう最高ね、拾ってきて拾ってきて拾ってきて。しゃくちゃん、ね、動画クリエイターとしてやってるんですけど。そうなんですか。だからなんでここのすぐ見ちゃって、あでここ何の会社なんですか。これは、一応、はい、まあ、広告の代理店みたいな感じで、あ、そうやらしまって、でその中で今いろんな、まあ、ウェブメディアであったりとか、あ、あ YouTube 担当しております。なるほど、それはそれ、はい、あ、ちょっと僕映ってもいいですか。あ、むしろ、むしろ、むしろ、近い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 。すいません、まだよろしくお願いします。ありがとうございます。めっちゃいい人、いい人だ。百ちゃん、これ何？動画っぽいっすよ。これ何の会社？ありがとうございます。広告の制作会社です。広告の制作会社、はい、へえ。で今回、まあ、コンセプト漫画でさせていただいてるんですけど、はいはい、今あの動画作ったり、へえ、ウェブとか、すごい、ウェブ周りだと、まあ、制作もできるんですけど、うん、コンテンツミニゲームだけとか、あ、へえ、診断コンテンツだけとか、うん、そういったところも作ってたり。へえ、すごい。え、じゃあ、はい、アニメーションとかも作れる。アニメーションですね、これズムシャです。すごいですね。ちょっと本社の強みというか、強みですね。大きなことを言いますと、はい、あの版権のタイアップとかができたりできるっていうのがあって、もうアニメ会社さんとかゲーム会社さんとかとやり取りさせていただくこともありますので、そうなんですね。そこでもちょうどあのご利用させていただいてるんですけど、はい、こういったあのなんかマキのイラストとかをやったり、これも実は社内のイラストレーターがマキのタッチで描かせていただいて、そうなんですか。へー、作家さんにチェックだけ入っていただくみたいな。なるほどなるほど。そういった座組でさせていただいてるので、そういったところは強みかなと。あ、すごい。あとはイラストレーター中に40名いるんで、とにかく描くのには強い。あ、そうなんですね。絵柄とか好みのやつでやってくれる。何でも描けます。こういう動画って大体何分ぐらいのことが多いんですか。3分まではいかないわけ多いですね。1、2分のことが多いですか。1分ちょっとぐらいが一番多いかなっていう。そうですね、はい、でもすごいですね、何でも作れるっていうのはやっぱり、はい、いろんな絵のタッチとか、ちょっと何かありますか。またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。百ちゃん、ヒートマップって呼ばれるものでして、これがウェブサイト上でどこが見られてるのかっていうのが、はいはいはい、まあ、できるような形になります。弊社の、動画広告はできるだけこうストーリーに価値を乗せて共感をしてもらうような、動画広告を、はい、重視をさせていただいております。